ただけますか。で、上の会議室、係の方は会議室の方へお願いいたします。早速もう退職者の方は順位で来られますので。皆さん、こんにちは。今日はお休みで、ごゆっくりしてらっしゃるところ、大徳寺のご参加いただきまして、ありがとうございます。で、私、大阪青年民研究会の、司会担当させていただきます、副会長の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いします。不慣れな点、多々ございまして、非常にお気に苦しいところもあるかと思います。最後まで来て、よろしくお願いします。では東海会長の野村茂之委員などにご挨拶させていただきます。どうもこんにちは。今日はどうも日曜日ということで、ご予定もあったでしょうけども、お集まりくださいましてありがとうございます。政権会なんですけども、大阪青年の研究会の略でありまして、で大阪無免許工業組合が、母体の、団体でございます。でその中で青年部会、活動いたしまして、で我々、青年会で、120社ほど、参加しているんですけども、大阪無免許工業組合の方は約350社ありまして、各事業所いろんな免許やっております。で今回ですね、免許フェア、台東フェア、いたしましたのは、母体である大阪メッキ工業組合の方で、毎年8月に、技能検定、国家試験の技能検定を、メッキの技能検定を行っております。でその設備がですね、建物の1階の方に約1月ほど設置しておるのです。でそれを制限会の方で、利用させていただいて、で、こういう企画を生まれてきたんですけども、メッキ、いろんな種類あるんですけども、今回、基本的な、ニッケルクローム、ダイメッキ、金メッキ、この3種類を、ご提供します。で、一般の方が、我々メッキ業者、メッキのことについてもあんまりこう、直接、ですか、利用されたりすることは少ないと思いますけども、お仕事の関係で、免許の方を外注に出されたり、また高校とか中学校で免許のことを勉強されたり、免許に親しむこともあると思いますけども、今日は一つ、ご自身が免許をつけられて、それで、メッキというのはこういうふうな工程からつけれるものがということを体得していただいて、楽しく、やっていただいたら、結構かと思いますので、今日は一つ、安全に、楽しく、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。では本日、皆様に体得していただきます内容を、体得の方法ですね、簡単にご説明させていただきます。先ほど会長の方からご案内ありましたように、今日皆様にご体得いただく内容は、この金メッキの内容ですね。こういう工程を踏みます。脱脂油取りから始まりまして、酸性で、金属の活性が光沢を持たせるために見てみると、その後金メッキで乾燥で終わります。こういうような工程と、途中までニッケルまでは同じ工程なんですが、クロムメッキ、金の代わりに今度クロムメッキが入りまして、車のまんまでこうだと思ったクロムメッキが仕上がる工程です。でそれと、あとは亜鉛メッキです。こちらもあまり皆様目にかかることもないかとは思いますが、同じような内処理の工程を踏みまして、亜鉛メッキをつけます。でその後用途によって、プロメイドという処理を行います。
で、その黒ネットにも4種類ございまして、白い色の光沢黒ネットからこういう虹色に観賞色に仕上がります有色黒ネット、それから黒色の黒色グリーン、自動車関係なんか車のボンネットを開けられますと、こういう液体処理をした部品がたくさん入っています。こういうものも、工程の詳しい内容につきましては、下のタイトルガイドの方で、各ゾーンのマスターがおります。そちらの方がまた詳しく説明します。また何か質問等ございましたら、その時にご遠慮なくどしどしご質問をしていただければと思います。それで、次にですね、対策の方法なんですけども、今日たくさんの方にお見せいただきまして、でこの回の方も、名札をつけるとか、で名札のところに、123と番号で書いてあります。でそれぞれ1班、2班、3班というふうに3つの班に分かれていただきまして、ご対策の方をしていただきます。あとからこれ岡田さんいらっしゃいますでしょうか。はい、一般の声が入ってる。ということで、それぞれ班の誘導係、私どものスタッフがします。この回の一般は、私伊藤がご担当します。で2班、北田です。で3班、宮城がご案内します。よろしくお願いします。それでは3班。3番。3班の方が、またここへ戻ってまいりますので、お荷物はそのまま置いておいてください。注意の方だけお持ちください。ちょっと前の方へ。そうです、そうです、まださんです。
そこから、キーメイキーいきます。でキーメイキーをしまして、その後、回収を通りまして、水洗に対して乾燥、まあ言ってみれば人間目までのここまでをしっかりしておけば、あとはキーメイキーはつければそれだけで終わりなんで、まあ、前工程前工程がしっかりしておけば水は問題がないと。そしたら、まずはじめにアシスタントの田中さんが見本のしてますので、金はつける方は用具見ておいてください。そしたらよろしくお願いします。Thank you.
あ、監督は、カーブの方にしたいですか？
来てもないもんで、ええ、そうです。でも今日以上人数がいたらしいですね。ええ、はい。受付も土曜日の方が非常に困ったらしい。コンタクトもないですし、それだけは了解してください。持ってる量は一緒なんで。
ければ捨てるほど損になって、まあ木村さんのあれによって厚みのね、言われない限りはもう水道自体が